コミンテルン、コミンテルン、カミンテルン、ラテンモ字転車例、は、1919年から1943年まで存在した国際共産主義運動の指導組織である。別名は、第三インターナショナル、第三インター、国際共産党。コミンテルンとは、正式名称の共産主義インターナショナル、カムネスチーチェスキー、インテルナツヤナールの略称。 1919年年月にに結成され、年までに7回の大会を開催した。第7回大会には65カ国の党と国際組織の代表が出席した。前身の組織として第1インターナショナル、第2インターナショナルが存在する。第2インターナショナルは第一次世界大戦の際、加盟する社会民主主義政党が 旧地平和を掲げそれぞれ自国の戦争を支持したために、画界した。これに反対する諸派が、スイスで開いたツインメルバルトで開いた、国際会議が、コミンテルンの源流である。10月革命後の1919 19年3月、ロシア共産党、ボリシェビキの呼びかけに応じて、モスクワに19の組織、または、グループの代表が集まり、創立を決めた。当初は、 世界革命の実現を目指す組織とされ、ソ連政府は資本主義諸国の政府と外交関係を結ぶがコミンテルンは各国の革命運動を支援するという使い分けがなされた。しかしウラジーミル・レーニン氏後にスターリンが一国社会主義論を打ち出したことで役割が変わり、各国の共産党がソ連の外交政策を擁護するのが中心になっていった。 1920年代中頃の中華民国では、ブルジョア政党の政権が共産党を弾圧しても、黙認する、といった例も生じた。その一方、第二インターナショナルの系譜に属する社会、民主主義政党には、厳しい姿勢を取り続け、1928年夏のコミンテルン第6回大会では、ファシズムと社会民主主義のつながりを強調する、社会ファシズム論が登場した。 1930年代前半より、ドイツで対等する国家社会主義ドイツ労働者党、ナチ党に対し、ドイツ共産党が、社会ファシズム論に基づいてドイツ社会民主党、SPD の略称で知られる、中道左派、リベラル政党との対立に明け暮れたことは、ナチ党の権力掌握を許す一因となった。1935年のコミンテルン第7回大会では、 反ファシズムを最優先課題として多様な勢力と協調しようとする人民戦線戦術を採択した。スペインやフランスで人民戦線政府が誕生したが、スペインではフランコによる反乱からの内戦で壊滅した。独ソ不可侵条約の成立と第二次世界大戦初期のポーランド分割の結果人民戦線戦術は放棄された。独ソ戦の勃発に伴い、 ソ連がイギリスと共に連合国を形成したことによって、名実共に存在意義を失い、1943年5月に解散した。第二インターナショナルは第一次世界大戦の際、加盟する社会民主主義政党が国際主義を放棄して、祖国防衛を支持したためにが開した。1914年8月、ドイツ社会民主党の国会議員団は、我々は、 危機の瞬間にあって、祖国を見捨てるようなことはしないと声明して、軍事交際に賛成投票した。イギリスでは労働党のアーサー・ヘンダーソン、ジョン・ホチとジョージ・バーンズ、フランスでは、社会党のジュール・ゲードとマルセル・サンバが、挙国一致内閣に入閣した。反戦派は、スイスのツインメルワルトで1915年9月に、国際会議、ツインメルワルト会議を開き、 国際主義を復活させようとした。しかし、チンメルワルト会議に集まった社会主義者たちも十分に意見が一致したわけではなく、平和主義的な右派と革命的な左派に分かれた。左派の中心となったボリシェービッキは、排外主義者や日和美主義者と絶縁して、第三インターナショナルを設立することを主張した。レーニンは、1918年12月、イギリス労働党が、 第二インターナショナルの再建を目指して会議を呼びかけたのに対抗して外務人民委員ゲオルギー・チチェリンに第3インターナショナル設立の準備を始めるよう指示した。1919年1月に39の党やグループに宛てた創立大会への招待状が発表され同年3月にモスクワで会議が開かれた。54名の大議員のうち35名が19の 組織やグループを代表して議決権を持っていた。国外から参加したのは5名だった。ドイツ共産党を代表して出席したフーゴエーバーラインは、明確に組織を代表して参加している。大議員は国ずかで、多くはグループの代表に過ぎないことを指摘し、第三インターナショナルの即時創立に反対した。しかしその反対を押し切る形で創立が決議された。大会は、 指導機関として主要な諸国の共産党の代表者1名で構成される執行委員会を設置すること及び執行委員会は5名からなるビューロー、事務局を選出することを決めた。グリゴリー・ジノビエフが初代の議長となったコミンテルンはボリシェビキの主導によって創設され運営された。加盟政党の中で革命を成功させたのはボリシェビキだけだったため、 その地位は圧倒的なものとなった。一方、ロシア革命、10月革命の成功は様々な勢力をコミンテルンに引き付けた。第1次世界大戦時に自国政府を支持し、レーニンに厳しく批判された社会民主主義者、ドイツの独立社会民主党やフランス社会党などが第2インターナショナルを再建する試みが失敗したこともあってコミンテルンへの加盟を求めてきた。 また、ボリシェビキに影響された極端に左翼的な潮流も登場した。ドイツ共産党内で議会に対するボイコット戦術や反動的な労働組合からの脱退を主張し、1920年4月に分裂してドイツ共産主義労働者党を創設した勢力が典型例である。社会民主主義勢力に対しては、ボリシェビキはコミンテルンの加入条件を 厳格化することで対応しようとした。1920年のコミンテルン第2回大会で採択された21箇条の加入条件には内乱へ向けての非合法的機構の設置。第3条、党内における軍事的規律に近い鉄の規律。第12条、社会民主主義的考量の改定。第15条、透明の共産党への変更。第17条、 コミンテルンに反対する党員の除名、第21条などが盛り込まれた。この加入条件は必然的にヨーロッパの諸島の分裂をもたらした。ドイツでは1920年10月に独立社会民主党が分裂し、その左派とドイツ共産党が合同して、同年12月に統一ドイツ共産党を結成した。フランスでは1920年12月に 社会党の大会でコミンテルン加盟と共産党への解消が決定され反対派が新たに社会党を作ったすでにコミンテルンに加盟済みだったイタリア社会党も1921年1月に分裂しイタリア共産党が設立された急進主義勢力に対しては第2回大会前にレーニーが共産主義における左翼小二病を書いて批判した 反動的な議会や労働組合であっても、その中で共産主義に対する大衆的な支持を獲得するために運動すべきだと主張した。ボリシェビキはロシア革命をヨーロッパ革命の同化線と位置づけており、ヨーロッパ革命なしではロシアで国家権力を維持することも難しいと考えていた。そのため、ソビエート政府の財政資金も利用して、 ヨーロッパの共産主義運動を積極的に援助した。とりわけ重要視されたのがドイツだった。1918年11月に社会民主党政権が成立して、以後、1919年のバイエルン・レーテ共和国、1920年のカップ一期と政治的激動が続き、勝利が近いと考えられた。 1921年3月のドイツにおける3月行動は、コミンテルンが組織的にヨーロッパの革命を援助した最初の例となった。まず、コミンテルンは統一ドイツ共産党議長、パウル・レビを辞任に追い込んだ。イタリア社会党に対するコミンテルンの分裂工作に反対したことが理由であった。そして新たな指導部を公正すなわち武装闘争へと借り立てた。 クンベえらをリーダーとするチームをドイツに派遣し、統一ドイツ共産党を監督した。しかし3月行動は、大衆的支持を得られないままあっさりと粉砕された。1923年のルール占領は、ドイツの政治危機を呼び起こし、統一ドイツ共産党を復活させた。コミンテルンは武装放棄の方針を決め、ドイツの党の指導部をモスクワに呼び寄せて、放棄の詳細な計画を作成した。 しかし、同年10月の放棄は直前に中止が決定され、不発に終わった。連絡ミスで放棄を開始したハンブルクでも戦闘は数日で終わり、統一ドイツ共産党は非合法化された。他のヨーロッパ諸国でもボリシェビキが期待したような革命は起こらず、第一次世界大戦後の混沌とした政治状況は安定化へと向かった。コミンテルンは、 方針転換を余儀なくされた。1921年6月から7月にかけて開かれたコミンテルン第3回大会は、公正戦術を否定し、まず労働者階級の多数者を獲得することを強調する戦術定税を採択した。この新しい方向性は、社会民主主義者との共同行動を呼びかける労働者統一戦線戦術として、同年12月に定式化された。 1924年レニンが亡くなる。1925年には世界革命に直結する活動からソ連政府の防衛への変更が示された。この年スターリンは一国社会主義論を掲げ、それはニコライブ・ハーリンが彼の1925年4月のパンフレットキャン、We build socialism in one country in the s e n ー e of the victory of the West ヨーロピアンプロレタリアト 我々は、西欧プロレタリアートの勝利なしに一国の社会主義を建設できるかって詳しく説明している。スターリンの1926年1月における記事、オンザイシュズオブレノネザム、霊人主義の問題についての後、それは国家方針としてまとめられた。ドイツにおけるスパルタクス団放棄とハンガリーソビエト共和国の失敗、さらに例えばファシストの 準軍事組織黒シャツ隊がストライキを中止させ、1922年のローマ新軍に続いて、直ちに権力を掌握した、イタリアのような欧州における革命運動すべての顕著な交代傾向のため、世界革命という考え方は退りけられた。1928年までに至る、この時期は第二期として知られ、ソ連の戦時共産主義から新経済政策、 ネップへの移行を反映している。第5回コミンテルン大会は1924年6月17日から7月8日にかけてモスクワで開催され49カ国から510名の代表が出席したソビエート連邦共産党代表は資本主義は一時的に相対的安定が可能とするスターリンの意見をもとにコミンテルンの戦術を作成するがこの過程で コミンテルン内部の左右両派と闘争が行われ、各国共産党を大衆組織としてコミンテルン各支部のボリシェビキ化を決定している。大会中ジノビエフは、マルクス主義哲学の学者ルカーチジェルジが、クンベーラのハンガリー・ソビエト共和国に関与した後、1923年に出版した歴史と階級意識とカール・コルシュのマルクス主義と哲学を非難した。 ジノビエフ自身は一国社会主義の問題で、スターリンと対立して1926年に解任されたが、その時スターリンは、すでにかなりの権力を握っていた。そして、ブハーリンが、右翼的変更と非難されるようになる1928年までの2年間コミンテルンを指導している。ブルガリアの共産主義指導者ゲオルギ・ディミトロフが1934年に、 コミンテルンを指導するようになり、その解散まで議長を務めた。1928年2月9日から2月25日まで、モスクワで開催された執行委員会の第9回会合、プリーナムには27カ国から92名の代表が参加し、いわゆる第3期を開始し、それは1935年まで続けられる予定であった。コミンテルンは、 資本主義体制が最終的崩壊の段階に入っていることを呼び、すべての共産党の正しいあり方は高度に攻撃的、軍事的、極左、路線であることといったことを宣言している。特にコミンテルンは、すべての穏健な左翼会派を社会主義ファシストと表現して、共産主義者は穏健な左翼会派の破壊のために尽力するよう主張した。 1930年以後のドイツにおける、ナチの活動拡大により、この姿勢はドイツ社会民主党を主要な敵として、扱うドイツ共産党の戦術を批判していた、ポーランド人共産主義者で、歴史家のアイザック・ドイッチャーなど多くの者のと多少の論争となった。第六回コミンテルーン大会は百二十八年七月十七日から九月一日にかけて、モスクワで開催され、 57カ国から532名の代表が出席した。スターリンが直接に指導し、ニコライブハーリンの日和見主義的立場を除き、資本主義戦後発展第三期は、資本主義的安定の矛盾を発展させ、資本主義的安定をさらに動揺させ、資本主義の一般的危機を激化させるべきとする第三期論を決定した。 共産主義者の帝国主義戦争への反対運動は、一般平和主義者の戦争反対運動とは、根底が異なり、共産主義者は、戦争反対運動を、ブルジョワ支配階級の絶滅を目的とする、階級闘争に必要なものと、定ーに記され、ブルジョワジー絶滅のための革命のみが、戦争防止の手段であり、さもなくば帝国主義戦争は避けがたいものとされ、それが勃発した場合に、 共産主義者は、いわゆる敗戦革命論に基づき、1、自国政府の敗北を助成すること、2、帝国主義戦争を自己崩壊の内乱戦に転換させること、3、民主的な方法による正義の平和は到底不可能であり、戦争を通じてプロレタリア革命を遂行することが政治考領となった。この大会においても、植民地の世界における 統一戦線の方針が修正されている。1927年、中国国民党は中国の共産主義者を攻撃し、そのため植民地の国々における地元ブルジョアジーとの同盟を形成するという方針の見直しにつながった。しかし、大会では中国国民党を一方とし、インドのスワラジ党とエジプトのアフド島を信頼できない同盟ながら敵ではないと考慮して、 他方とした区別がなされた。大会は、インドの共産主義者に、地元のブルジョワジーと英国の帝国主義者間の矛盾を利用することを求めた。7回目であり、最後の大会は1935年7月25日から8月20日にかけて、モスクワで開催され、そこには57カ国、65の共産党から510名の代表が出席している。会議は、 フシズム反対、戦争反対の議論に加え、資本主義構成反対の一国的及び国際的、統一戦線及び人民戦線の徹底的展開並びにその効果的、活動方針を決定している。スポーツ、宗教などの活動にも浸透することが求められた。主な報告はリミトロフによってなされ、他の報告はパルミーロ、トリアッティ、ビルヘルムビーク、 ドミトリー・マヌイリスキーによった大会は公式にファシズムに対する人民戦線を承認した。この方針の主張は共産党ならばファシズムに反対するすべての会派と人民戦線をなすこと及び共産党自身が労働者階級を基盤とする会派との統一戦線を形成することを制限しないことであった。コミンテルンのどの国家の部局からもこの方針に対する 目立った反対はなく、特に、フランスとスペインにおいては、人民戦線政府につながるレオンブルムの1936年選挙と、共に、重要な結果となる。統一戦線は、コミンテルンの根本政策とした、決議の第一には、コミンテルンはそれまでの諸団体との対立を生産し、反ファシズム、反戦思想を持つ者と、ファシズムに対抗する単一戦線の構築を進め、このために、 理想論を捨て各国の特殊事情にも考慮して、現実的に対応し、気づかれることなく、大衆を参加に呼び込み、さらにファシズム悪いは、ブルジョア機関への潜入を積極的に行って、内部からそれを崩壊させること。第二に、共産主義化の攻撃目標を、主として、日本、ドイツ、ポーランドに選定し、この国々の打倒には、イギリス、フランス、 アメリカの資本主義国とも提携して、国を撃破する戦略を用いること、第三に、日本を中心とする共産主義化のために、中華人民共和国を徴用することが記されている。コミンテルンの主な攻撃目標にされた日本とドイツは1936年11月25日に、日独防強協定を調印した。年代のスターリンによる大粛清は、 ソ連国内及び海外にいたコミンテルン活動家に影響を及ぼした。スターリンの指示により見かけ上はコミンテルンとして活動するソ連秘密警察、対外情報員及び情報提供者がコミンテルンに徹底的に送り込まれた。ミハイル・アレクサンドロビチモスク・ビンという偽名を使っていたその指揮官の一人であったメール・トリリッセルは実際には後に内務人民委員部 NKVD となる。 ソビエト王ゲーペーウーの対外部局長官であった。コミンテルンのスタッフメンバー492人のうち133人がスターリンの命令で大粛清の犠牲者になった。ナチスドイツから逃げたり、あるいはソ連に移住するよう説得された数百人のドイツ人の共産主義者と反ファシズム主義者は粛清され、また1000名以上がドイツに送還させられている。 は1942年にニャンドまで銃殺され、インド、朝鮮、メキシコ、イラン及びトルコの共産党の指導者が処刑された。11人のモンゴル人民革命党指導者のうち、ホルロー議員チョイバルさんだけが生き残った。数多くのドイツ人共産主義者がヒトラーに引き渡された。外して、欧米の民主主義国家の共産党指導者は、粛清を免れ、ファシズムや、 植民地の共産党指導者が粛清された。レオポルドとレッペルはすべての国の党活動家がいた宿舎では誰も朝の三時まで寝なかった。ちょうど三時に自動車のライトが見え始めた。我々は窓の傍らでどこにその車が止まったか確かめようと待ったとこの頃を振り返った。1922年に日本共産党が承認された日本共産党はコミンテルン支部となる。 人物。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。